インセンディオ。はい、皆さんお元気ですか。オールドライフチャンネル MS でございます。今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、こういうパッケージになっておりました。外装はですね、普通のビニールにこう包まれただけでですね、こちらが入っておりました。まあ茶色いシンプルな箱ですね。長さが2、4、50センチぐらいですかね、ぐらいの箱に入っております。ところどころへこんでおりますが、そこに4番という数字がですね入っております。今本当にもう茶色いままですね。こちらの側面には、伏せちまですかね、下の英語は相も変わらず読めません、ごめんなさい。裏のはですね、こちらになってますね。ここですか、ジョンとフェニックスウィンドウとなってますね。なんちゃらかんちゃらと書いてあります。まあ、結構シンプルな箱ですね。でちょっとですね、中身の方開けてみましょう。中身の方はこうなっております。合格証なんて入ってますね、珍しく。で、何か読めない文字が書いてますね。拝見在内村下、なんかよくわからないですね。なんか下に入ってるっていうんですかね、よくわからないですはい、でこちらが本体になりますね。今回そしてこの下は何かというと、おお、入ってますね。こちらで使うペーパーですね。そしてとあれ、ペーパー入ってるんだ。で取扱説明書ですね、書いてあります。いろいろ、10歳以上で使ってくださいというのは書いてありますけど、よくわかりません。魔法の名前とこうね、どうでしょうかね、杖の動きでしょうかねっていうのが書いてある一覧表がありますね。であとはですね、USB の充電ケーブルと、なんか謎の棒がついてます。よくわかんないですね。中身は入ってのはこれだけですね。でペーパーはですね、予備でですね、あの3つ外に入って出てたんですよね。で1つしかついてなくて、僕ペーパー2つしか頼んでないんですけど、なんかもう一個余分に入ってたんで全部で4つになりましたね。なんかサービスで入れてくれたのかな、なんかよくわかんないですけど、ちょっとお得な感じになりますね。それではですね、ちょっとですね、外観チェックの方を行ってみたいと思います。外観はこういう感じになっておりますね。上下左右はよくわかりませんですね。こういう感じの悪役らしい、ちょっとね、象牙チックな感じのですね、なんかね、映画ではこうどういう材質で作られているかっていうね、あったと思うんですけど、まあ、その辺詳しくないんであれなんですよね。本当はね、あのハリーポッターのやつが欲しかったんですけどね、ハリーが残念ながら売り切れてでしょうがないんで、僕は買うときはハーマイオニーのとネビル先生でしたっけ、あの杖しかなかったんでね、でしょうがないんで、もうじゃあ悪役のボルテモードということでこいつを購入しましたね。で大きく開けるとこういう感じですね。で根元はこういう感じですね。こちらで、充電できるみたいですね。でこちらがスイッチになってますね。そしてこちらが正面ですね、こういう感じになってます。でこのボタンを押すと、ここで加熱するわけですね。まあ、単純ですね。まあ、充電もされてるんで、まあ、そんなにあれですかね。まあ、重量もね、ここに本当に集中してるんで、まあ、軽いっちゃ軽いんですけど、
持ちやすいっていうのかな、これをボタンを押すのには、ボタンを押すにしてはちょっと使いづらいのかな。トリガーフィーディングでこうかな、押すと、ああ押せなくなるんですね。こういう感じで使うのかな、どう使うんだろう、どう持ったらいいのかな、こうかな、まあ、とにかくボタンはちょっと出っ張ってるんで、まあ、どっからでも押せるって感じですかね。どう押すのが正しいのかな、こう持ちながらなので小指で押すのかな、ちょっとねはっきりよくわかんないですね。ちゃんと持つんだったらね、こういう感じになって小指で押すのが妥当なのかな。ちょっと小指で押すんだと押しにくいですね。はい、外観上は以上になっております。それではですね、動作チェックの方を行いたいと思うんですけども、これがですね箱の外に入ってたんですよね。もうちょっと捨てるところでしたけどね。まあどうやら、これの使い方書いてあるみたいですね。でね、今回はねよく分かんなかったんでね、ちょっと細かく訳しました。なんかね初めて使うんでちょっとよく分かんなかったんでね訳しましたよ。めんどくさいですけど。でまあですね、こいつがですねシート状になってまして、なんかちょっと濡れてるみたいなんですよね。でこいつをまずドライヤーで乾かしてくると1枚っていうのが書いてあるんですね。でですね、まあ、今度はそれが乾いてるかどうかの確認ですね。でそれはですね 2×2 インチですね。だいたいなんだ2インチだから5センチぐらいですかね。5センチ、5センチのサイズのやつを、なんかねライターで燃やしてくれって言うんですね。それが1秒で燃え尽きたら乾いてますよって言うんですよね。今そんなライターとかね手元にもう今更うちないんでね、まあ適当にやっちゃおうかなと思うんですけどね。でまあ実際に使うのは4×2 インチですね、まあ、10センチ5センチのペーパーに分けてくださいと。でそれをですね半分に折ってですね、なんか 1.5 インチですね、これどうだろう、4センチ弱ぐらいかなのサイズにしてくださいですね。半分に折ってどう半分に折るのかよくわかんないですけど、 4×2 の半分でしょ。まあ普通にするのがあれなんで、筒状にしてまあここに入ればとにかくいいってことですよね。でそれをこのね付属の棒で突っ込んでくれたという仕組みになってみたいです。でそうすると、こちらの方ですね、ボタンを押すと加熱されて、ファイアボールが飛んでくみたいですね。まあ、あとねもうそこまでしか訳してなかったので、まあ、ここから見ると13から17フィート飛ぶのかな。その辺はどうでもいいやと思って訳さなかったので、とりあえずねここのね2番までのこの辺りまでは使う説明になってたんで、まあそういうことらしいですね。ではちょっとねその通りやってみましょうかね。ちょっとねライターないんでね、なんか乾いたかな雰囲気でちょっとねもういきなり入れちゃってみます。はい、それではですね、ペーパーの方を取り出してみました。なんかねしっとりちょっと濡れてる感じなんですね。濡れてるっていうかなんかなんていうんですかね、こうなんか油っぽいのかな、ベタついてるような感じはしますね。匂いは特にないですね、無味無臭なんで、まあ、まずこいつを乾かしてくれと、まあ、確かに乾く度合いはちょっと分かんないですよね。でドライヤーがちょっとね届かないんでね、ちょっとこの後乾かしてみますね。はい、ね今ドライヤーで乾かしてみました。多分乾いたと思うんですけど、なんかねなんて表現したらいいんでしょうかね、ちょっとシワシワって感じになりましたね、ちょっと濡れてたのが。なんでこれ多分乾いてると思います。まあ表現難しいですけど、なんていうんですかね、半紙にね習字の墨つけてで乾いた感じのそういう感じの今状態になってますね。でこれを、実際に4×2 インチですか、だから 4×2 インチでなんで大体10センチ、5センチぐらいですか。で、今測ったらですね、ここのあれがですね、20センチ。で、ここが大体40センチぐらいなんで、まあ、これを半分に折ったら、まあ、とりあえず、
片側のインチが出るんで、これで4インチサイズですね、大体でいいと思うんですけどね。なんか動画見たら適当にちぎってた動画もあったんですけどね。これ半分に折って、でもあとは大体ここ5センチずつぐらいに切り分けていけば、使用するペーパーが出来上がると、そういう感じになってますね。はい、それではですね、まあ適当ですけどね、大体 4×2インチぐらいになったと思います。でこれをですね、長さが 1.5 インチの、円柱状に、まあ、丸めて、まあそこの先に入るようにしてくれってことですね。どうなんだこれ、まあ、半分に折れて書いてあるけど、半分に折ってもあんま関係ないと思う。で 1.5 インチなんだから、まあ単純に考えたらこっちの短い方をちょっと短くした方がいいなと思うんですけどね。こんな感じかな。これで 1.5 インチぐらいになったかな。詰まるのかな。で、これをここに入れると。ちょっとでかかったか。まあ、入ればいいんでしょうって感じですかね。よいしょ。よいしょ。詰めしてますけどね。でこの最後にこれ棒でちょっと押し込んで、はい、でこれで完成みたいですね。でこれでスイッチを押せばファイアボールが出るみたいですね。ではですね、ちょっと実際に打ってみましょうか。出るのかな。じゃあハリーポッターの世界になぞらえてですね、いきます。インセンディオ。おーおーおーおお、出た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 、めっちゃ飛んだぞ今、なんかびっくりした今見えたかな、もうえらびっくりした、飛んでった。なんか変な匂いするななんか独特の匂いするな。びっくりしました。動作はとりあえず OK ですびっくりした。結構焦りますね、火のボヨーンって飛んでいくんで。でやっぱ加熱する時間がちょっとね1秒ぐらいかかるんで、ちょっとボタンを押してからちょっとタイムラグがありましたけどね。うん、なんか独特の匂いがしますね、本当に燃えると。はい、それではですね、一応測れるのかな、初速チェック 4m 実写やってみますか。はい、それではですね、一応初速チェックの方やってみたいと思います。測れるのかな、やべえなこれ、センサーとか壊れたりしねえかな、燃えねえかな行きますね、これね、ちょっとね、セットには時間かかるんですね。まず一発目いきますね。大丈夫かな。おおおお、燃えてる。あ、なんか初速出てるよくわかんないけど出てる 6.0 出てる。これ壊れないかな、なんかめっちゃ先っちょの方で燃えてたけどな、この人火事にならねえかな。確実に家族の前でやったら殺されるな。この先から詰めるのはなんか昔の先込め式の銃みたいな感じで面白いですけどね。じゃあちょっと2発目いってみます。おーおーおおお、燃えたやべやべやべちょっと2発目は測れなかったですね、中で引っかかりました。やべえな、燃えたぞこれ。燃えたのか、なんかよくわかんないですけど、中どうなってるの。うん、ちょっとビビった。いやー、さすが炎の魔法、ちょいびっくりですね。詰め方もの工夫でなんか飛び方も変わりそうですね、これね。はい、では3発目というか、ちょっとさっき測れなかったんでいきます。おい、できた。おお、 7.6。 回転させながら入れたらいいのか。はい、では4発目ですか、いきます。おお、来た。 5.9。 いや、でもなんか匂いが臭いな、なんか独特の匂いしますね。これなんだろう、どういう材質なんだろう。ああいうマジックで使う火がねつくコットン、そんな感じなのかな。確実に火になってるんで、あんま熱そうなんで触りたくないんだけど、
はいですね、ちょっと最後ですね。はい、来た 6.6。 いやびっくりしましたね。測れましたよ一応。なんか粉みたいについてますけど大丈夫かなこれ。とりあえず 6.0、 7.6、 5.9、 6.6 とアベレージが 6.5 という所得になっております。やべえな、これセンサー壊れてたらびっくりだな、次のやつ測るのに。はい、というわけで、ね、一応所得も測れましたんで、次は4メートルの実車行ってみたいと思います。はい、それではですね、4メートルの実車行ってみたいと思います。一応なんとなしにもう狙いがつけられないんで、なんとなしに中央かなってぐらいですね。では当たりますように、インセンディオ。おお全然まっすぐ飛ばなかった、今なんか横の方に飛んでた全然ダメでした、ね、もうなんか味方に危害が加わるというぐらいのレベルで飛んでいきましたけどね。今これはどうなんですかね、 4×2 じゃなくてもいいんじゃないかな、もうちょっとちっちゃくてもいいような気がしますね。紙が詰めるのがちょっとね大変なんで。よし、じゃあちょっと2発目いきます。インセンディオ。おお、ちょっと届かないですね。4メートル、2メートルぐらいで失速しちゃったのかな。では3発目。インセンディオ。おお、えらい横にずれましたね。これね、詰め方ですよね。うまく詰めないとまっすぐ飛んでってくれないんですがね。これやっぱスカスカにする、スカスカで入れた方がいいのかな。はい、次ですね。インセンディオ。おお、全然飛びませんね。今までは折り目をお尻に入れたんですけど、ちょっと折り目を先に入れてみます。先込め弾丸式とか。インセンディオ。おお勢いで飛んでた、びっくりしました。次はね、さらに半分にちょっと切ってみますね。あんまり大きすぎるのがダメなのかなと思って、ここまで入れるようにしていきます。インセンディオ。半分ぐらいにしても変わらないですかね。やっぱ詰め方なのかな。なんか先っぽを折り目つけてギュッてした方が飛び出したような気がするな。いきます。あ、全然前で燃え尽きちゃった。ちょっとやっぱ小さく切るのはいまいちっぽいですね。4×2 インチで詰めていくような形ですね。円柱状に 1.5 インチにサイズを折り曲げて入れると。インセンディオ。おお、これね、先っちょの方をですね、ちょっと若干丸めた状態から折り曲げてですね、これがですね、こういう感じでですね、丸めてですね、先っちょのこの折れた方をこの筒の先端の方に来るようにですね、詰めた方がなんかまっすぐ飛んでいく感じですね。だけど詰めるのがやっぱり大変なんですよね、このサイズだと。いきますと、こんな感じでなんか上の方飛んでっちゃいましたけどね。結構ね、先のがやっぱりこう丸めて重くなってる方がいいのかな。よくわかんないですけど、なんかこういう感じで打てばそんなに散らかっては飛んでいかないですね。インセンディオ。おお、まっすぐは飛びますけどね。まっすぐっていうのはね、前には飛びますけど、やっぱこうなんていうかね、詰め方一つで変わるって感じですかね。どうしようもないですね。では最後行ってみます。まっすぐ飛んでね、インセンディオ。ちょっと暴れん坊でしたね。というわけで実写は以上ような感じになっております。はい、皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。ハリーポッターの魔法の杖ですね、ボルデモートタイプの実写映像になりました。いや本当にこれね、面白いですね。本当に炎がビョーって飛んでいくところがね、この詰め方次第ですね。やっぱりね、うまく詰めてあればね、
飛んでいくような感じになりますね。でやっぱり先の方をですねちょっと重りをつけるような感じでですね、先を丸めた方を前にした方がまっすぐ飛びやすいですね。まあ一番飛んだのがですね、オープニングで撮影したあの状態が一番まっすぐ飛びましたね。あれが一番綺麗に飛びました。なので詰め方次第であの距離は変わりますね。であとですね、あの火薬カスみたいな感じですね、燃えカスがね結構ね散らばるんでね、あのお家で遊ぶときは気をつけてくださいね。でまああのその火が飛んでてそのあたりどうなるんだって思うんですけども、まあ、別に火が飛んでたところは別に焦げてるわけでもないですし、なんともなってないんで、その燃えカスがちょっとひどいかなっていうのがありますね。であと匂いですね、匂いがね結構独特なんですよね。この火が燃えたっていう匂いじゃなくてですね、なんか本当に薬品が燃えたっていう感じの匂いが、ちょっと独特の匂いがあるんで、これ嫌いな人は嫌いなんじゃないかなと思いますんで、で結構ね匂いがねこもるんでね、なかなかね匂いがね逃げないんで、遊ぶなら外で遊んでも問題ないんじゃないかなこれはと思うんですけど、鉄砲ではないんでね、表でこうハリーポッターごっこをするにはいいとは思うんですけども、決して打ち合いはしないでくださいね。一応火が飛んでいくっていうことなんでね、もう目に当たればとんでもないことになる可能性もあるんで、まあね最悪燃え移る可能性がなきにしもあらずなんで、まああの今のところ打ったところではね、布とかそういうところには落ちても別に燃えたりとかはなかったんで、まあ、そこまでのものではないと思うんですけどね。あのやっぱりマジックで使うようなコットンのね、使ったことないですけど、そういう素材だと思うんで、こう一瞬でこう燃え作るような感じのもんだと思うんですけども、まあ一応ね火気厳禁というところでは使わないでくださいね。で一応火を取り扱うんで、あのペーパーなんかはですね、これですね、あの燃えやすいところに置いとかないと、ここにもですねあの書いてあります、あの乾かして使ってくださいとか書いてあるんでね、これをちゃんとね湿気が守られるように保存しておいてくださいってことでしょうね。まあ、本当にね非常に面白いです。魔法界の銃だと思います。銃じゃねえな、杖だよね。あのこれすごいアイディアだと思いますけどね。非常に遊べます。まあお値段もそれなりにするんで、まあハリーポッターごっこっていうんですかね。ハリーポッターがすごい好きとかいう人はね、ハリーポッターごっこで遊べてしまうんで。で種類もね5種類出てるんで、これの他にねハリーのとハーマイオニーでダンブルドア、そしてネビルとですね、今種類出てますんで、まああのおのおのちゃんとそれぞれね形状もちゃんと違ってるんで、まあね初めにも言いましたけど、本当はハリーのが欲しかったんですけどね、買おうかどうか迷っている間に今品切れ中です、なってしまいましたんで、今回はちょっとね悪役気分でボルテモードにしましたと。まあ、結構面白いんでね、またあのハリーの杖がねあの再販になればそっちも買ってみようかなと思いますんで、またその時は動画に上げてみたいと思います。それでは今回の動画はちょっとねお気楽な感じで届けてみました。またあの面白いと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、本当にねあの今ねわけのわからんねナーフ銃ばっかり紹介してますけども、こういう面白いのもあればあのどんどん紹介していきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。